これはですね、ブログだけだとなかなか厳しいかなと思いますし、時間かけてできるんですけども、遠回りになるかなと思うので、メルマガか LINE を始めるのがいいですね。 LINE というのは LINE 公式アカウントですね。ビジネス用の LINE ということなんですけども、とにかくですね、広告のためのブログではなくて、リストですね、いわゆる、読んでくださる見込み客の方を集めるですね、専用の情報発信サイトを作ると。で、これに対してですね、登録フォーム、メルマガ登録フォーム、公式 LINE 登録フォームでもいいんですけども、設置してどんどんアクセスを集めて、リストを集めていく、お客さんを集めていく。そこであなたの価値観とかですね、本当にお役に立てるサービスというのを、紹介して、収入を得ると。これだったら月30万円どころか月100万円以上稼いでる人もこのかなり多いですし、僕のコンサル生さんでもそういう人はいっぱい出てきます。なので、メルマガから LINE 公式 LINE を始めるっていうのを、今からですね、お勧めします。全然遅くないです。